はい、どうもピロチと申します。低い場シーズン107、2日目の一戦やっていきます。まずはトリデがレベル5、黒の冬はレベル6、これは壊しちゃいますね。で、白はレベル5、強行レベル3、雷はレベル3、回復レベル3と低めですけども、なんか厄介な作りになってますね。まずは無凸のアネット、守備上げというか城塞で守備上げてんの、あ、攻撃力下げてんのか、なるほど、エリウッド効果ね、なるほど。で、次に無凸の電車エリウッド、いやー、あれですね、攻撃力が一番高いキャラに強化増幅入るってやつ。そういえば、全部55っすね、エメリナ以外か。あー、で、遠隔でバフも入るしと。次に4凸のネサラ、視線、これ、視線で逆に上げたのか、これで合計持って疾風陣内で救援も、これ駆けつけられたらクソめんどくさいですね。次に無凸のフィーナ、これもよう合わせたね、攻撃上げで。で、密集やら、大地聖水の前で鼓動で、あれだ、魔人の刃じゃない方、低い方じゃない方低い方でダメージ計算のやつですね。とにかくセティを強くしたいと。で、次に無凸のセティ、どんなんだっけ、これ考えるとレヴィンの方が強い気がするんやけど。シレジアの風で、螺旋からの幻影、これ自前スキルでしたっけ、銃剣もか。速さ下げで42、ただフードの姿勢もついてないので、これクロニさんでヒットポイント減らせば受けれるでしょう、きっと。で、最後に4凸のエメリナ、結構上げてますね。あれ、こんな強いんだエメリナって。速さも結構あるし、ね、で、また鼓動を持たせてと。誰に集まってんの、セティか。とにかくセティのレップが開幕から、3ターンしか進んでなくない、1、2、3枚やしね。レップ使えませんね、これ。あれ、使えないですよね。キラー効果もないし。せめて船員で扇の鼓動を持たせるべきじゃないですか、これ。じゃあもう何もせず受けれそうですね、クロニさんで。いきますか。ああ、しまった。またアクセサリー付け替えの忘れた。すぐ忘れる。こうかな。深海3体編成かつミラの歯車積んできております。厄介なアネットを封印しました。こうかけとけばフィーナで踊ることもできないですしね。忍びます。いきましょう。こうして、こうして、そう、ネスラ君変身してないのでちょっと思い切っていこうかなと。逆でもいいかな。ちょっと次のターン配置変えようかな。死は優しい。クロニエさん下にして、多分これ本物でしょ、これ踏みたいなと思います。多分1ターン猶予あるし、左のエナジーそんなに沿わなくてもこうですか、いいんじゃないのかな。ここ取りに行って次のターン配置したら、あ、それでもいいか、さっき取っとこうか。で、クロニアさんここに置きたいかな。ベスト持っとるけど動かんよね。よしよし。で、こうしとこうか。で、ミラーここ。で、次のターン踏んで、まあ多分発動するでしょ。いただいた。うまくいくと思ってるんですけど、どうなんですかね。やってみましょう。絶対本物やよね、間違いないと思う。ここは本物、ここは絶対に本物。かっこいい。本当外すよね。
なんでこんな読めないんだろう。罠の位置え、エリウッドの下なの？マジ？はあ。これは嬉しい誤算ですけど、どうしよう逆にどうしよう。最高度をかけて、いや、エリート倒してもちょっとあれかな。行こう。あれ、扇使えるなっとる。あれ、3つ分しか進まないのに何の効果？螺旋？え、違うよな。あ、これか、孫の手か。はいはい。あ、なるほど。そっか。で、こう倒すつもりなんですけど、絶対セティは受けれるから。ほんで奥からも来ないよね、きっと。フィーナ救援でもないし、もう動きようないしね。最高度一応使っちゃう、どうせあれだし。使おうか。一撃必殺。あー、アクセサリーが気になる頭の本で帰ろう。うん、もうないよね、これで。どう来る？で、セティ来る。19からの待ち伏せでしょう。こんな食らわんかったね。うん。で、ほう。で、最高度。でも、待ち伏せやるね。これも、読んでました。うん。いつもなら玉切れとこなんですけど。いったね、これは。いくよ、殺しちゃう。倒して。回復の塔。で、回復しまくってますけど。こうして、いや、ぶちかましまで届かんか。こっちかな、なんかないか、なんもないか。このターンで届かせる方法厳しいかな。忍びます。なさそうかな。うん、素直に受ければ、受けるというか、待ち受ければいい感じですよね。これで。うん、うまくいった感じですね。全開した。さあ。もう、だって、エンハンもないしね。あ、ピアニーでいけちゃった。うん、エナジーも取ったし、締めましょう。いや、姉って、いててもミラがいたらもうあれですね。楽な時代になったもんですね。過去いっぱいやらかしてますしね。ありがとうございますミラ様。はい、続きまして2日目の防衛結果やっています。2日目は1名様いらっしゃって1対5で防衛成功と。いやー、あっさりギミック発動して、さっさと撤収してったんかなと思いきや大激戦繰り広げてました。行きましょう。なかなか粘った挙句撤退されてったって感じですね。で、まず端から10突のカムイ、もうカイニギスを前面に出して戦うような。いや、こっちでもありなんか。風花強いな。あれ、こんな強かったっけ。いろんなキャラに言ってますけど、59、47、39、44、本当にこれ獅子粉陣3で、これフィールとピアニーで速さと魔法だよね。こんな強いのか、カムイって。で、次に9突のカイニギス。
これ持っちゃうんだ、滑る。特攻無効にした分だけちょっと、もったいない気しますよね。どうなんだろう。武器がかなり強いもんね。全ステプライオンからの化身状態なら、さらに攻撃力プラス2回のエンハンついて、奥義体系切り返しならいいのか。でガンガン夕日回転させると、で次に三突のエール全員なしと、もう回転人を全面に戦う、出して戦うスタイルなんですね。で次、無糖ゾピアに配布のやつ、変態飛行、空戦か、飛行戦、飛行戦エイルだけのために、あ、祈り、祈りまで貯めるの難しくない？使えるのだったらでかいけど。で最後にボーナス枠の、一卒の忍者風花。いや、デッキブラシ持つやつ多いっすね。海外勢が多いのかな、デッキブラシ持ち。駅のな海外勢散々駅のな使ってきたくせに。まあ、風花も駅のな上位互換ですもんね、どう見ても。もう乗り換えが始まってんのか。回避もしっかり持たせてると。53までいったら。まあ、受け仕様でも疾風陣大なんだ。どうなんかな、あの勇者武器忍者の自前の武器、斧か、あれ、あれも捨てがたい。でも強いか、デッキブラシ薙ぎつきっすもんね。攻撃の守備マイナー5、通常の薙ぎよりも下がってんのか。あれ3ですもんね、確か。いきますか。風花はもう10突するべきキャラだしね。1ターン目はもう何も警戒せず、来た感じですね。だけども今回は強行かがヘルに刺さったので動き出しますと。ここで、そう、これ落とせなかったの痛いですね。34の2回、あ、でも回避って減ってんのかすごいね、ブラシの二刀流。ここでピアニーゲットしてと、こっからスーパー粘られますね。とんでもない激戦やってました。でカイネギスが変身する。いや、カイネギスのアニメって見たことないかも。あ、倒せないんだ。そんなでも強くなくない？じゃあこれ4回攻撃したら多分倒せてますしね。デッキブラシか、受けるんなら強いけども。シルクがいきます。幻惑持ってないんで。うわ、こんなんなんだ、カイネギス、ごっつ結構いろんなアクセサリーつけとる。でヘルさん55の救急ね。で耐える、あ、ダメか、全然一分で減らん。カムイがしっかり効いてますね。で雷が入っちゃう。で体当たりで前に、もうオノアイクみたいな、オノアイクのね、総選挙ロケみたいな関係になってますね。獣に関してはルキナ効かせれないから、あれってどうなんだろう、剣やりオノだけでしたっけ、ルキナって。ソーティースじゃ話にならん扇体系強いな。こんなんなるんだ。自前スキルって迎撃体系でしたね。切り返しスキルならもう扇体系でいいのか。敵の扇とかも防げますしね。さあ、ラスボスエルトちゃん登場です。これに翻弄されたって感じですね。4ターン目、殴りに行く。12の2回、え、追撃取られてんの、そんな早いっけ、カイネギス。マジか、30、あー、亀が効いてんのか。でモップの人が来ます。雷の罠利用されたのか。
ただこれ倒しても面白くないでしょ。エナジー取らないとだし。どうするつもりで来たこれ。あー一応え、これ死ぬ死ぬことは考えなかったのかな。でもエナジー取らず行くつもりやったこれ。ただここで生きちゃいます。うちのエルトちゃん硬いからね。63もあるし、63もあればもう、でもあれか、城塞外してもいいんかな。あ、終わった、すいませんここでここで諦めましたね。罠に乗られたじゃない、じゃない、床に乗ったせいでもう手がつけれなくなったって感じか。この歩行のクレーンでも多分見えてなかったんでしょうね。ずっとマイナス8、全ステマイナス8くらいっぱなしなので、ここでもう倒せないと踏んだのかどうだろう。もう回復でずっと回復されますしね。もう物理しかいないし、カムイじゃまず刺さらないでしょう。うん、純粋に心折れたって感じかな。いやー、やってくれましたね、守護神エルトシャン。これ考えると守備ガン上げも捨てがたいなって思っちゃうんですけどね。できれば A 円半にしたいなもしくはダブル上座、いや、 やっぱ円半かな。でワクランも捨てがたいな。全員切り返しとかにしたいな。そうすると7ポイントも減るのか。ミラ大丈夫かなって感じになりますね、そしたら。そっか、ちょっとまたこれは考えなくちゃいけない案件ですね、うん、はい。で攻めの方が深海なしのちょっと変わった拠点来ましたね。うまく勝ててよかったです。あれはアネットとかもいましたしね。あれ考えるとやっぱミラーいてると便利ですね。アネットの応援を防げるので、いろんな戦い方ができるようになってきましたね。こんなクソ無課金のボックスでも、多分1年前じゃもうもっとシンプルな戦い方しかしてなかったので、ただただクロニエさん使うだけの、たった1年でここまで変わりましたか。はい。で防衛の方がまた守りきれてと、ということで2日目の時点で攻防マイナス0と来ております。はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。待ち伏せかよじゃあ攻撃しなくていいかな。シグディアぐらいでしょ。真っ直ぐに多分シグディアが来る。15、39、えー